今回はジャニーズ花の96年組96年入賞をご紹介します。生田斗真、1996年2月11日に当時11歳で入所しています。入所の翌年には1997年 NHK 連続ドラマ小説アヌリで子役としてデビューし、天才テレビくんのレギュラーとしても活躍されていました。松本潤さん、相葉雅紀さん、二宮和也さんとジュニア内ユニットメインを結成していましたが、嵐のデビューとともに実質解散。その後はジャニーズ王道の CD デビューではなく俳優業での活躍を期待され、フォートップスの一人となりました。ドラマをはじめ多くの CM にも抜擢されています。ジャニーズらしいダンスは今も健在で、ジャニーズカウントダウンコンサートで久しぶりにフォートップス4人が揃い踊ったことが大きな話題となりました。松本潤、嵐。1996年5月17日に12歳で入所し、1999年11月3日に嵐としてデビューしています。入所はジャニーさんからの電話一本ですぐに決まったというスーパーエリートコースでした。人気が一気に出たのは僕らの勇気2万都市に出演した時でした。あの男の子誰という問い合わせがテレビ局に殺到し話題になったそうです。ジュニア、時代から根性があったそうで、レッスン中にできないことがあり帰れと言われても一人黙々と踊り続けたそうです。グループは活動休止中でメディアの露出は減りましたが、ゲストとして招待されたり、現在は後輩グループのサポートに回っています。ライブでの演出はジャニーズ1を誇り、後輩たちに勉強会を設けて指導もしています。2021年年末のジャニーズフェスティバルでは総合演習を手掛けていました。二宮和也、嵐。1996年6月19日に13歳で入所し、1999年11月3日に嵐としてデビューしています。顔立ちがはっきりしている方ではなかったこともあり、ジャニーさんからは冷遇されていたようで、二宮さんの内輪が作られなかったことをジャニーさんに聞くと、言うのなんて作るわけないじゃないと言われたそうです。その後嵐としてデビューしてもステージに出なくて、いいから MC 席にいなさいと言われたこともあるのだとか。嵐はバレーボールの応援ソングも務めましたが、その際にバレーボールの仕事とドラマどっちがいいと聞かれ、ドラマと答えたそうですが、何かの間違いでバレーボールと答えた風間俊介さんと逆になってしまったそうです。風間さんはその時金八先生の出演となりました。現在嵐は活動休止中ですが、 YouTube に二宮さんを中心としてジャニのチャンネルというチャンネルを開設し、ジャニーズの YouTube チャンネルの中で一番の登録者数のあるチャンネルへと上り詰め、そのリーダーと企画運営を行っています。その他映画やドラマでの俳優業、テレビでも MC 番組は変わらず人気です。相葉雅紀、嵐。1996年8月15日に13歳で入所し、1999年11月3日に嵐としてデビューしています。現社長の滝沢秀明さんととても仲が良かったようで、住んでたと言えるほどよく滝沢さんの家に泊まりに行っていたようです。当時のことを相葉さんは、俺はタッキーのパシリエみたいな感じだったから、タッキーがまずプロレスにハマったら相葉はプロレスの技をかけられる、映画にハマったら撮る方のね、ショートムービーみたいなのにハマった時はひたすら出演者俺だけ、5作品くらい俺主役やっていると語っています。現在は多くの MC 番組を持ち、志村健さんやこれまで嵐が担当してきた番組を引き継いだりと責任の大きい立ち位置をこなしています。山下智久、1996年9月1日に11歳で入所し、2003年9月15日にニュースとしてデビューしています。ジュニア時代から絶大な人気がありましたが、入所直後はあまり呼ばれず不安な日々だったそうです。初めて番組に出演が決まった時骨折をしていましたが、痛み止めとギプスで出演し、根性あるなと認められて呼ばれるようになっていったそうです。2020年に退社されていますが、主にフォートップスの一人として
俳優業に力を入れていたイメージの方ですね。しかし、ニュースのリーダーとセンターとして活動していたり、ドラマから生まれたユニットの修二と明を亀梨和也さんと組んで音楽活動をしていたこともあります。俳優業では主演を務めることが多く、人気映画にも多数出演しています。渋谷すばる、関ジャニ8。1996年9月22日に15歳で入所し、2004年8月25日に関ジャニ8としてデビューしています。関ジャニ8のメインボーカルとして活躍していましたが、2018年退所され、現在はソロアーティストとして活動しています。ジュニア時代は非常に人気があり、東の滝沢、西のスバルと言われていました。歌に定評があるだけでなく、ドラマや映画にも多く出演し、俳優としても活躍していました。丸山隆平、関ジャニ8。1996年9月22日に12歳で入所し、2004年8月25日に関ジャニ8としてデビューしています。入所後早い段階で雑誌の取材を受け、アイドル誌にも載ったそうですが、一時的に呼ばれなくなったため、1997年9月6日に2回目のオーディションを受けたそうです。その際にジャニーさんに、You受かってるのになんでここにいるのと言われたそうです。ジュニア時代は実験的に様々なユニットを組まされていたようです。1999年に7人の侍、J化の反乱にてドラマデビューを飾り、現在も俳優としても活躍しています。村上信五、関ジャニ8。1996年12月25日に15歳で入所し、2004年8月25日に関ジャニ8としてデビューしています。オーディション後すぐにキンキ・キッズのライブに出演となったり、関西ジュニアの初期メンバーの中心として活躍していました。しかし、先にデビューした同年代の嵐にコンプレックスを抱いていたそうです。現在はジャニーズ王道のアイドルというよりも、トークもとても面白く、バラエティ担当としてのイメージが強いですね。マツコ・デラックスさんと MC を務める月曜から夜更かしが夜中ではなくゴールデンの時間に移動し、さらに認知度が高くなっているのではないでしょうか。関ジャニ8ではキーボードまたはピアノも担当しています。横山優、関ジャニ8。1996年12月25日に15歳で入所し、2004年8月25日に関ジャニ8としてデビューしています。オーディションの日には審査員でいた滝沢秀明さんに不合格にされかけたそうですが、トイレでジャニーさんに声をかけられ、翌日には東京での取材に呼ばれたそうです。関西ジャニーズジュニアとして活動し、ジュニア内ユニットのヤングジャニーズではリーダーを務めたこともあるそうです。とても活躍していたように見えますが、家庭の事情もあり、中学卒業後は建設会社に就職していた経験もあります。関ジャニ8ではギタリストとして活躍され、トランペットやパーカッションの演奏もできます。現在はヒルナンデスのレギュラーを務めたり、ドラマなどの役者業でも活躍しています。2022年後期の NHK 連続テレビ小説「舞い上がれ」に出演予定だそうです。以上、ジャニーズ花の96年組をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございます。